ネ投稿機の皆さん、ご機嫌いかがですか。ジェネレーションズです。はい、本日のメンバーは僕、白浜アランと佐野レオと横田です。イエイ、よろしくお願いします。お願いしますってことなんですけど、やっぱ久々じゃないですか、このメンバーも。アラン君久々。僕久々なんです。アラン君久しぶりです。なかなか呼んでくれなくて、はい、いやもう嫌われたんじゃないですか。あれれれれれれ、自分たちのラジオで嫌われたらそれ困るな。2、3ヶ月ぶり。2、3ヶ月ぶり、やば、いや久しぶりっすね。うん、久々すぎてなんか何喋っていいかもわかんないし、どういう喋り方していいのかもわかんないんですけど。アラン君喋ってくださらないとこっちまともに喋れる人もそうそうそう、一人ね変なやついるしね。はいはい、はい、じゃないよ。どうすか、はい、ゆうた君どうすか。いやこのメンバー初めてですか。いや2回目。いやいや2回目だ。それゆうた君2回目天丼したらあかんで。日本語わかる。わかる。はいはいはい、天丼。いや、全然大丈夫です。そこも突っ込まなくて大丈夫です。ヘッドフォン作る、つけてる意味ある。天丼。はい。ということで。話はね、さておき。まあ、冬といえば。冬といえば俺もこれにつけると思います。何何？女の子のニットじゃないですか。ああ、いいね。燃え袖の季節ですよ、燃え袖の季節。やっぱり。俺好きな色あるんすよ。何何何？赤ピンク。赤ピンク。派手だな。派手だね。ちょっと、なかなか見ないけど。赤っぽいピンク。なるほどね。でも、なんかあれだよね。カーディガンっていうよね、制服の、うん、制服のカーディガン、あのブレザー脱いだ時のカーディガン。おベージュっていうの。ベージュ、はい、ベージュのカーディガン。ベージュ好きね。高校生ダメだよ。おじさん高校生ダメだよ。ロミオとジュリエット法って知ってます。なるほどね。知らないですか。ロミオとジュリエット法ってありますよね。なになになに。ありますよね、法律で。どっかの国でロミオとジュリエット法。どういう法律なんだそれは。なんか3歳未満ん？ 3 歳未満じゃない。相当あの3歳。例えば、うんうん、成人してでも、なんかその、3歳の年の差、うん、だったら見え、ちょっとわかんない。調べます。あるんですよ、本当に。ロミオとジュリエット法って。マジで。やっべ、納得いかねえ。下調べするよ。ググり出しましたよ。知ってるな。知ってるそれ。うん。相手が17歳未満でも、うん、自分が成人する前から付き合ったら大丈夫みたいな、うん、あ、そういうやつ、そういうやつ。確かそうなんだ。そう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 、確かそんなやつがあるらしいです。あるあるある。なんかすごい、うん、そうそうそう、名前もそうなんだ。ロミオとジュリエット。なるほどね。ロミオとジュリエット法って本当にあるんだ。だからなんか僕ドラマで見ました。俺もそれドラマで見た。じゃあ一緒だ。何のドラマ。何のドラマ。黒の女教師。いや全然違う。えいくらななさんですみたいな気がする。本当になんだっけな。うん、もうこれ誰もわかんないじゃん。あ、違うわ。え違うか。はえということで、ジェネトークご視聴よろしくお願いします。じゃあ、大丈夫かよ、出だし。一番大事な出だしだよ。金八先生ですか。金八。金八先生。金八先生かな。いや、ごめん。これボケだった。あれね、もう誰も答え見つかんない。ボケ殺ししてました。これね、答えだ、お便りで送ってもらいましょう。はい。はい、ということで、ジェネトーク今週もよろしくお願いします。ここからはリスナーの皆さんから届いたメッセージ、ふつおたを紹介していきたいなと思います。まず最初のメッセージは、ラジオネーム、佐藤のご飯。13歳の中学1年生です。芸能人で言うと、ショートカットの A 倉奈々さんです。どういうことなのよ。どういうことって言うあ、続けるね。まあ自由だから、お便りはね。私はものすごいメンディーさんやレオさんの私服に憧れてしまいます。女子なのにナイキのエアマックスを履きたくなったり、ジョーダンを着たくなったり言うよ。私は男子のおしゃれに憧れてしまうのですが、でもやっぱり女子でありたいです。あくまでお鍋じゃなくストリート系女子です。どうしたらスポーティーで男子が着るブランドでも女らしいファッションができますか。女子だったら女子ならではのファッションの方がいいですか。どうな、でもそういうのもいいんじゃないですか。素敵じゃないですか、ね、うん、でも僕いい、ね、うん、アラン君のお姉ちゃんみたいな服は好きです。ああ、はい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 。ちょっとなんかアーペセーにが好きみたいな。わかる。アンダーカバーが好きみたいな、ちょっとお姉ちゃんみたいな、ちょっと清楚系な、なるほどね。ストリートミックスはすごい好きです。あー、確かに。理想かもね。要するに、はい、お姉ちゃんが可愛いってことです。なんだよ、それ。しっかり伝えとくわ。ありがとう。要するに、お姉ちゃんが可愛い。ゆうたくんどういう服好きなの？女子の。でも、スポーティーミックスみたいなの好きですけどね。スポーティーミックス。スポーティーミックス。あ、スポーツ T シャツってこと？スポーティーミックス。あ、スポーティーミックス。どういうの？どういうの？なんか、ゆうたくんが言うとなんか、アーマースーツみたいな。スポティーってなんだろう？スポーティーミックス。スポーティーミックス。スポーティーミックス。じゃないんでしょ。何それ？滑舌が悪かったじゃん。滑舌じゃない。今の滑舌。ちゃんと喋って。先ほどスポーティーミックス。スポーティーミックス。好きなんだね。なるほど。エアマックスにちょっと短パンでレギンス履いてるみたいな。ああ。そういうのに燃えちゃうの？燃える。
燃えてくる。燃えてくるっす。バーニングアップしちゃうの。バーニングアップするっす。そういう感じ。しちゃうのね。スポブラっすか。スポブラは、まあ、好きか嫌いかで言うと、やっぱ好きっすけどね。あ、ゆうたくん、スポブラが好きなの？スポブラは好きっすよ。どういうところに魅力を感じるの？やっぱこう、いいじゃないですか。いやスポブラ、ゆうたくんがスポブラ好きってただの変態だな、ね、スポブラって、スポブラって知ってる？知ってる？どんなやつか。あの俺姉ちゃんいるからスポブラ知ってるよ、だってこういうやつっすね。あのラジオだから声に出してもらわないとこういうやつっすね。じゃああのね、あのスポブラはね、あ、お姉ちゃんどんなスポブラか聞かなくていいよ。あ、アラクのお姉ちゃんどんなスポブラ？あのね、結構ね、縛られてない感じだったね。縛られてない縛られてないスポブラだった記憶だけどあるけど。バスタオルみたいなやつが。いや、なんて言うんだろうな、ちょっとスウェットっぽい感じ。スウェットみたいなやつ。はい。なるほど。いやーこれね、姉ちゃんに聞かれないようにしなきゃね。うん。うん、俺嫌われますね。完全にスポブラの話になりました。そうです、そうです、そうです。だからこう、はい、こうなってるやつですよね。自由が効くやつですよね。うん。自由が効く。自由が効くやつ。そうそうそう。なるほど。うん、はい。じゃあ、で、まあまあまあ。まあまあまあ、自分の好きなファッションしていただければ、うん。いいんじゃないですか。そうですね。思いますよ。佐藤のごはんさん。はい。